お疲れ様です。お疲れ様です。緊急事態が発生したんですけど、この前編集長伊藤くんとうちが2人で密会してるみたいな動画あったじゃないですか。あーあったね。なんか2人でちょっと出て行ったっぽくて今。へえ。寺岸さんがそこにおって、うん、あの2人一緒に出てたんですかみたいな聞いたら、一緒に行きましょうみたいな会話をしてたっていうのを寺岸さんから聞いて、へえ。ちょっとついていかん、怖っ、うん、急がなあかん。オッケーオッケーオッケー。急ごう急ごう。伊藤くんもうちも車あっちに止めてたから、つやからさ、本社のところ多分こう来るやん。え、どっちの車だろうね。あ、来た。うそ、来たかも。あ、違った。やばいやばい、パニクってんだけど。あ、来たんじゃない。あ、来た。あ、え、多分あれだ。うそ、多分あれだ。伊藤くんの車だった、多分だったよな。ちょ、え、あれじゃない、あれじゃない、あれや、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと飛ばすわ飛ばすわ。怖い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 、あんまバレんように。そうやな、ちょ、あんまりかっつけすぎたらあかんな。でもさ、二人の世界と多分気づかんよな。夜だしさ、そう、見えるやし、そう、見えるし、それでいっか。決定的瞬間を捉えようとしてるから、これはもう言い逃れできんくない？そうだね、すぐ動画回しちゃうもんね、この会社は。全てのことが似たやんね、マジで確かに、プライベートも何もないね、本当に。マジプライベートないよな、ほんまに。だって仕事終わってんだもん。そう、な、ほんまに。まさかの同棲してた的な。あー、あるかもしれん。家を割ることになるような。そうだね、交通費の関係とか手続きとかもしてもらわなあかんから、重要なことやんな全然何も悪いことしてないコンビニなんだけど、ちょっとどうする、入ったらいい、ちょ、やばいやばい、一応入ってバレないように、ちょっと距離置いて止めるわ。そう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 、ちょっとこいつどこ止めんのやろ、変な行動すると思う。いや、ちょっと頭から止めない、顔見えへん、見えちゃうかなとか思って。ここでいいよな、うん、一旦待機ですね。あ、来た、出てきたんですけど。あー、出てきた。ちょっとバレへんかな、バレへんかな、ちょっと待って見えてるかな。あ、でも大丈夫、全然こっち見てないから大丈夫。長っ、長いよな。何してんの。ちょっとマジでさ、お腹空いて早く帰りたいから早く出てきてくれ。それな、な、長期戦になるかな、これ。いや、多分これ長期戦やんな。逆にさ、このまま家とかさ、行ったらさ、うん、突撃する。あ、突撃するありかも後ろの車、はい、さっき僕ミラーパート見たら、はい、フィリちゃんとミドリちゃんがいたんですよ。嘘、マジっす。多分離婚されてますね。マジっすか。今からドバに板金届けに行くんですよね、はい、僕ら。そうそう、で、一緒に出ましょうみたいなの聞いて。疑われてるってことですか。疑われてますね。ちょっと、こっち来てください。はい、そうですか。そう、もっと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 多分後ろ今めちゃくちゃ盛り上がってますよコンビニでも行って揺さぶりましょうか。そうですね。あれ、来ない、来ました来ましたいやー、バレバレですよ。ダメっすね、絶対使わないと離婚はダメダメって言われますよ、他に足音聞こえますもん、だって足音、はい、僕癖になってるんですよ、足音殺して歩くの。あー、家庭の主人で離婚は9歳の時からやってたんで。9歳でしたっけ。9歳だった気がします。とりあえずやっちゃっていいですか。じゃあやっちゃってください。いいですか。はい、言いますよ。はい。逆が。そうですね、絶対。わかります？ナルトはちょっと。逆が。見えました。見えました。あっちも逆がやってるかもしれない。やっちゃってないです。使えないんで。あいつはチャクラも念も使えないんで。多分入ってきますよ。入ってきます。ちょっと出させて。はい。開きましたね。来ました、来ました、来ました。はい、確定。まあ確定というか、まあ脈がしたんで確定なんですけどね。ああ、円も使えるんで僕アメーバ状の来た。あ、ねえ、なんかめっちゃカップルとない、えぐっ、えぐっ、ダイエットはだってこんなさ抱えてたこんなんやんやばない。多分左腕にも袋持ってた、パンパンに伊藤が割と食細いやん。うんうんうん、食細い、ダイエット中の量ではなかったじゃないよな見合っとたんかね。準備しとくわ、うん、マジで。全然出ませんね。全然出ませんね。何しておられるんでしょうね。今日の夜ご飯これだけですね。しょうがないですね、追いかけられてるんで、うん、そう、お腹空いてもう力が出るし、ストレスでもう爆食いしちゃいますよね。そうなんです、逆にねちょっと食べちゃいます。難しい。いきます。はい、お願いします。ついてくるんじゃないですか。出た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 。嘘、あれ、ちょっと多分ね、こっちに切り返すやん。やばいやばいやばい、めっちゃ照らされてる。動きますよ多分。ちょっと映してください、映してください。え、あ、ちょっと行くで行くで、バレないの。はい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 。あ、あ、動いた動いてる動いてる。ちょろい、意地悪したくなっちゃいますよ、これ。うん、適当にハザードされて止まっております。あ、そうですね。どこで止まりましょうね。交通量多いんで。
変なとこ曲がってみましょうか。そうですね。曲がってきますよね。多分。ちょっとミスるん。細っ。何？いいここら辺。やってきました。来た。あ、来ました、ね。こんな細い道ついてたらバレそうなんだけど。ハザード耐えた。めっちゃでもどうする？やばい、逃げ道ないやん。やばくねこれ。曲がることをやめました。見えてます？映しました。どうする？ライト消して姿消す。いませんよ的な。消した消した。不思議すぎるんだけど行動が。ちょっとさ、これバレてんのかな。バレた？でも一応ちょっと存在消したからさ、大丈夫やんな多分。あの、うん、ふと思ったんですけど、はい、このままホテル入ってったら後ろの人はどういう反応するんですかね。ああ、ま。マジで僕の予想言っていいですか。はい。多分電話かかってくると思います。電話ですか。撮ってるんで今。ああ、そっか。多分このままだと動画にならないみたいな感じで、はい、あたふたして、はい、何かしらの方法で多分呼び出すと思うんですよ。ああ、なるほどね。なんかやだな、こんなが。なんか恥ずかしくないですか。恥ずかしいです、普通に。遊びに入るもんじゃないですね。いや、入りますよ、僕は。行きますよ。はい。おっと？え？おっとっと？後ろ見といてください。あ、え？ウィンカー出しました。ちょっと待って。セルブどうする？え、来る。来ました。え、マジどうしよう。来るの？ちょっと待って。ウォーターゲートまで行ってまた。え、これどうする？え、戻る？これ放送できんくなっちゃう。来てないですね。はい、勝利と。ざわ。一回電話しよっか。本社に呼び出す？あ、そうする？鍵忘れて入れみたいな。あ、そうやんな。ダメっすよね、やっぱ。びっくりした。何その音。もしもし。お疲れ様です。あ、ごめん、お疲れ。ちょっと本社に入りたいけど、入れなくて、鍵がなくて。ごめんなさい、来てもらってもいいかな。あ、わかりました。どれくらいつく？わかんないぐらいです。あ、ほんまに、すいません、お願いします。はい。はい、失礼します。やっぱ真実の恋だったんだ。どうするこれ、自分逆の立場やったらさ、最悪だよね。ほんま最悪やと思うわ、マジで。本社に呼び出しちゃったけどさ、結構失礼なことしたよな。本当に。これからって時にね。あ、電話かかってきましたね。ファナイトアイス。あれピントがないです。ごめんなさい。伊藤さんの読み通り計画通りだ。計画通りです。うえ。顔は変えちゃいます。明日の朝まで待っといてくださいとか言って。朝帰りっていう風に思われちゃいますよ。それはまずい。もしも撮ってなかったとしたらひどいです。でも白眼使ったんですよね。白眼使いましたよ。白眼。ちょっと暗くてよく見えなかった。マジっすか？教えてあげましょうか。はい。こう。うん。これカバです。うん。こう。うん。こう。うん。招かねざる客か。緊張するね。フェイザー選手、アウト！どうですか？見てました？ちょっと、聞いてなかったです。領域展開みたいな感じで。大丈夫。僕最強だから。100円。うん。ツナツナ。タバコ。卵水体だけじゃないですか。私んちこの辺ですよ。そうなんですか。すいません、めちゃくちゃ興味なかった。向こうは知ってるじゃないですか、この車に2人乗ってるとか、うん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 、ただ最後まで貫き通して、うんうん、1人で歩いてて、え、なんで1人な。東君と一緒じゃなかったん。どうしたん。言ってきますね。言ってきます。本社着きましたが、私たちの方が多分席に到着したっぽいよな。一人で来た場合はこの動画もボツやんなもん。そうだね。そうなったら、うん、そういうこともあるよ。うん、あれ来たの、伊藤君の車じゃん。うち来てる、乗ってる、乗ってる、乗ってるでしょ。ちょっとこれカメラ回して動画撮ってんねんけど。嘘、ちょっと外すな。なんで、ほら見て。本当、なんでね、めっちゃ、ね、お疲れ様です。お疲れ様です。え、なんで僕らがホテル入ってるの知ってるんですか。は、なんで僕らがミニストップ行ったこと知ってるんですか。え、うちを呼び、なんで僕らが変な道に入ってハザード耐えたの知ってるんですか。そんな知らんし、そんな知らんよな。知らん何も言ってへんし、何も喋ってへんし、なんかペラペラ自分の行動言ってるだけやん。バレバレは、なんでホテル入ったんですか。うちら本社入りたいから。あの、うっちを読んでんて。はい、なんで二人一緒にいんの。今、板金届けに行こうと思ってます。
バンピン後ろに、うん、見たことある顔と、うん、一人なんかこうやってやってたんですよ、まあ、嘘あーと思って、見えた、見えました、見えました、嘘バレバレですよ。どっから気づいた、そこの道早っ、え、そのだいぶ序盤、多分2回目の信号ぐらいです。え待って、そんなとこからバレてたなんか何を買ってたん、めっちゃなんかさ、うちそれな買ってなかったつけられてるストレスでお腹空いたって言ってたね。お腹空いてんって2人つけるためにホテルもわざと入ったってことな。そうっす、やば喜ぶかないや、なんか逆にこれボツやな、うん、なんか申し訳なくなった逆になんでバレたか言ってます、うん、何それ、わかる、わかんない、ハンターハンター、なるほどやばいっすよ、落とされますよ、こんなことマジ自分のハマってやばいやばいさ、ざつけるよな、みんなじゃあ進撃見た方がいいと思うな、打ち殺されたいのか、誰がリバル、違うよ、死にたいようだな、終わってからですよ、その話動画にならないとみどりさんが来て、うん、電話で呼び出しましょうみたいな感じで言うのを予想しました、大正解。まず謝りますよね。何を謝るの？勝手につけたこと？違います。板金届けれなかったです。忘れます。全部取れ。確かに。それは本当に申し訳ありません。結局ただのお仕事でした、お二人は。はい。申し訳ございません。視聴者の皆さん。失礼いたしました。申し訳ございません。では、ムカつくな、その態度。チャンネル登録と、よろしくお願いします。お願いします。あ、求人道場と、あと外壁とのマッチング、はい、マッチングは一般の人も見れるのかはずなんですけど、まあ、はずらしいんで、どちらもよろしくお願いします。デリカ道場への見積もりもお願いしますね。お願いします。名古屋の人は、はい、お願いします。また見てね、また見てね。本当に付き合ってないの？付き合ってないです。だってペアルックじゃん今日。うまいな、ペアルックやん。真似しんといて。どうします？私もどうにもできない、ちょっとわかんない難しい、真似しんといて。作りました、ちょっと。しかもちょっとリリーちゃん入って、いや関西弁だ、真似しんといてって言って関西弁関西弁なんですか、真似しんといてって。わかんない、違う、え、真似しんといてって言いません、言いますよ。あ、そう、はい、ありがとうございます。お疲れ様です。お疲れ様です。